アルです、今日も、ね、部屋の中を撮影してます。よろしくお願いします。東京地方ね、今日はちょっと暑いかな。朝ね結構涼しかったんだけど、今ちょっとまた出かけたらねやったら暑かったですね。明日はなんか34度ぐらいになるのかな。今日よりちょっとまた蒸し暑くなるような感じがしますけど、まあ皆さん体調気をつけてください。はい、今日のテーマなんですけど、社会不適合者っていうねお話しようかなと思ってます。これは自分のことです。はい、まあね、これはね結構まあ子供の時からそうですよね。もうほとんど適合できない、できないというか、まあ適合してるんですけど、かなり問題が多すぎますね。私はね本当ね社会不適合者ですね。はい、まあね社会にね適合できない人って多分世の中にいっぱいいるんですけど、本当にね生きづらいと思いますけど、日本ってねやっぱりねこういう人たち、こう私を含めてですけど、社外から外れますよね。で、かろうじてなんかどっかに引っかかってる人もなんかとても生きづらかったりとかね、とても苦しい思いをしてるかなと思うんですけど、まあこれはね子供の時からねもうどうしても社会に馴染めないと、まず学校に馴染めない、社会生活に馴染めない、これはね僕にとってとても苦痛でしたけど。でなんでかなと思ったけど、これは何だろうな、性格でもなく、なんかこれ私の特徴、そういうふうにね思いますね。まあ社会不適合者、まあ3つ例をね挙げてお話ししようかなと思ってます。はい、まず1個目ですね、会社のルールが守れない、会社のルールが守れない、まあ学校も含めてですけど、まあこれがまず1個目ですね。はい、まずね社会的にどこでも、学校でも学校校則があったりとか、会社だとなんか社則とか、あとなんかルールとか、なんかこう暗黙の決まりみたいなのあるんですけど、私はねそういうのが、ね、あまりとてもダメですね。というかね、もうこれおかしいのかなと思ったけど、そうでもないのかなと思って、まず社会的に人間としてのルールってあるじゃないですか。なんかこうそれの外側にこうなんか社会的ルールとか会社のルールっていうのはあると思うんですけど、まずねコアの部分のルールっていうのはそんなに守れないことはないんだけど、もうねなんていうの、不自然なとか、なんていうの、明らかにどう考えてもおかしいだろうっていうルールに対してねすごく反発がありますね。でそれに対してね私はとてもね怒りを感じたりとかします。でそういうルールに対して反発したりとかね守らなかったりすることがねとても多かったんですけど、まあこれはねかなりね外されますね、その社会的な、こう集団の中では。まあ、最近はね多分もうないと思うんですけど、一番嫌なのがね、嫌だったのはまあこう、仕事が終わってからなんかこうね人たちの付き合いとか会社の人たちとかで、それは仕事ですか仕事じゃないんですかって言うと、仕事だとかって、仕事ならなんでそこに対して残業のお金が発生しないのかとかさ、例えば時給だったら時給が発生しないのかって、とても不思議でしたけどね。だからね、なんか終わった後になんかどっかでね、好きでもないね、会社の人たちと飲み会に行くとかなんかっていうのは、ね、食事会とかとても嫌でしたね。だからそういうのは、ね、行かなかったりしましたけどね。あとまあ会社じゃなくて学校で言うとなんか、なんだろうな、部活の後のなんかこう集まりとか、とにかくねもう行きたくもないこうなんていうの、こうそういう集まりとか、あとなんか好きでもない集団の中での付き合いっていうのは僕はとてもダメでしたけど、だから会社の仲間だからとか、なんかと思って、仕事が終わったらもう関係ねえじゃんって思うんですけど、そういうのはねなんか今の日本っていうのは、今はまだいいのかな、少し前の日本の社会ではねとてもねなんかおかしいこう現象でしたね。そういうのに僕はねとても反感というか反発しました。はいはい、まあだから、今でもねそんなことはないでしょうね。多分だいぶ世の中変わってきて、例えば未払い残業分とかなんかとてもなんか1ヶ月何十時間100時間は超えないけど、60、70、80ぐらいの残業をしてる人たちとかしてる会社とかっていうのはねあんまりなくなってきたのかと思うんですけど、昔はなんかね普通にあったりしたし、
朝まで泊まり込んで仕事をしてるとかっていうのはね、平気であったんですけど、今ね、そんなことやってたら大変ですよね。かなり問題になっちゃって、大きな会社だったら、テレビとか新聞出たりすると思うんですけど、まあ私たちの頃はね、そんなのまあ当たり前で、なんかこう、残業することになんか美徳を感じてるような人たちがたくさんいたと思うんですけど、ちょっとごめんなさい、コーヒー飲みます。今日もなんかブラックコーヒーですけど。はい。今日ね、コーヒーいっぱい飲んでないんで、ごめんなさい、ごめんなさい。美味しい、これ。今日ね、車の車検に行ってたんですけどね、車ね、直すとこいっぱいあって、それをお願いしてたから、朝持ってって、夕方さっき取りに行ってきたんですけど、まあまあ、車検終わったんで、まあ、これで OK ですけど、はい、皆さんね、車乗られてますかね。私ね、意外と駅前に住んでてね、あんま車必要ないんですけど、どうしても子供いるとね、車が必要で、まあ、しょうがないからね、置いてあるんですけど、だから去年、っていうか1年間で私車多分ね2000キロ乗ってないですよ。多分1700キロぐらいしか乗ってないんですけど、じゃあレンタカー借りれよって言うけど、まあそうです、そのまま考えたんですけどね。はい、はい、まあ会社のルールね、ごめんなさい、まあまあその話でまた戻りますけど、本当ね、ルールっていうかね、なんかそういうなんかわけのわかんないことにね、本当ね、僕はねとても反発しました。でもなんかね、世の中そういうふうには、そういう日本のなんか風習っていうのはそういうふうに ならないみたいで、集団生活を大切にしなさいとか、会社の仲間と仲良くとか、と思ったけど、だから僕はやっぱりね、社会にやっぱ、不適合な人間だっていうね、感じるようになりましたね。やっぱそれがね、まず一つ目です。はい、社会不適合者の2番目ですね。朝起きれないというか、まあ、朝起きるのはとても苦手なんですけど、これはね、病気なのかなと思って。ただ、どんなに、いろんなことをしても朝起きれないんですよ。朝、まあ起きるんですけど、で、これはね、何なんだろうな。体質なの？なんかよくわかんないけども、朝起きることに対してとても苦痛です。今でもそれ、最近なんかね、余計なんか年取ってきたのが、もう嫌ですね。でも、朝早く起きるんですよ、でも。でも、できればね、朝起き、寝てたいとか、もうちょっと無理とか、朝起きて体が動き出すまで1時間以上かかりますね。でその1時間を過ぎるととってもね、まあいいことはいいんですけど、そこまでのこうね、自分のなんていうの、体が動き出すまでのそのなんていうのかな、体のなんかオーバークールみたいになっちゃって、なんか全然車でいうと水温が全然上がらなかったりとか、エンジンオイルが全然硬かって回らなかったりとかっていう状態なんですけど、はい、だからね、これはね結構困りますね。だから夜型人間なのかなと思って、夜の仕事を結構してたことあるんですけど、そうするとね、すごいいいんですよ。だから夜中だったら全然大丈夫なんですよ。夕方ぐらいとか午後起きて、今ぐらいに起きてとか、今ちょうど4時半ぐらいなんですけど、今ぐらいに起きて朝まで仕事するって言ったら絶対ね大丈夫なんですけど、なんだろう、昼間とか朝ね、なんでこんなダメなのかなと思って、これ何やっても無理だし、だからコーヒー飲んで朝まあなんとか動き出せるとかってするしたりするんだけど、結局なんかやっぱダメで、朝をこれはねどうしようもないですね。まあだから体質なのか何なのか、だからもうね辛いですよ毎朝。もういい加減になんとかなんねえのかなと思って、そんなわけですけど、なんかで、まあおかげさまで、ずっとフィリピンに行った時は、なんだろう、こう日本のルールがあまり常識的ではないというか、多分ね、他の国の人たちの考え方というか、生き方の方がね、人間的なのかなって僕考えたんですけどね。まあ朝起きるんでしょうけど、まあそんなに面倒くさい縛りみたいなのないし、はいはい、まあだからまあ朝起きないと、これ病気っていうか、まあこれ私のこう、体質なのかなと思ってね、これはねやっぱり朝不適合ですね、やっぱり。社会不適合者のね、3つ目、集団生活が、苦手って、まあこれ先ほど話した通りなんですけど、もうとにかくね、グループで行動することは僕はとても苦手です。で、なんだろう、最近特に一人がすごくいいですね。で、
なんだろう、あの僕はね、なんか思うの、最近はね、あの よく考えたり感じたりすることが、人にねどう思われようがね別にどうでもいいと思うようになっちゃってて、昔は集団生活はとても苦手です、すごく。 でも日本の社会の中で生きていく中で集団生活していかないと生きていけないと思ってたので、あの好きでもない人に気に入られるようとして媚びを売るようなことをしたりとか、あの人によく思われようと思ってました。だからすごくねそれの生き方がとても辛かったんですけど、今別に人によく思われようとか、いい人に思われようとかって全く思わなくなりました。人がどう思うが、あの僕のことをどういうふうに見てようが、僕はそんな気にならなくなりました。自分自身がどう何をするのかとか、どういう成果を出すのかっていうことがとても大事なのかなと思って、だから他人の評価っていうのはね、もう他人の評価をね気にしてる時点でもうね、あのやっぱりダメなのかななんて思って、だからそこのところにね気がついたらね、僕の生き方ってとても楽になりましたね。だから自分自身がどう生きるかっていうことなのかなと思って、だからやっぱりね、あの人にどう思われるより、あのなんだろう、どういう成果とか結果を出すとか、なんか自分自身が満足するようなことをやっぱりしていかないとダメなのかななんてね思うようになりました。でやっぱりね、あのなんだろう、一人ではできないことっていうのは多分いっぱいあると思うんですよ。でその中で自分が最高の人たちとあのチームとかグループを作って仕事をすればいいのかななんて思って、だから一人でできるんだったら一人やっててもいいんだけど、ただチームとかグループでやっぱり自分とやっぱり同じ考えで信頼できる人たちとやっぱり僕はグループを組んでね仕事をするのが一番いいのかななんて思いますね。やっぱりそこのところはね、自分の生き方のね、こう、なんていうの、気がつくのがとても遅かったのかななんて思います。で、僕、フィリピンにいた時にね、いろいろこう、感じることがたくさんあって、やっぱりね、日本にいた時と、やっぱり、あの、考え方、感じ方がね、とても変わりました。で、フィリピンにいる時は、やっぱり自分自身がやっぱり一番でなければいけないっていうのがあったし、なんだろう、全体より個人なのかなっていうふうにね、感じます。だから今ね、あのそういうふうに思えただけでとても楽だし、でフィリピンのこうなんていうの、社会の中でなんかやっぱりいろんなところで僕のことをねなんかこう認めてくれる人がたくさんいたりとかね、あとはなんだろう、それほどねガンガン言ってこなかったりとか、なんか失敗したことに対してのねこうプレッシャーっていうのはそんなにないし、失敗してもまた次なんとか取り戻せばいいとか、10回のうち1回ぐらい成功すればいいぐらいなこと言うし、で責任を取らされるってことはそんなにないですよ。だから明らかに悪いことをすると責任は取らされるけど、努力して結果がなかなか出ないっていうことに対して責められることは全然ないです。だからそれはね、だから何もしないよりも何かするっていうことはとても大事だってことはね、僕はね、とても感じるようになりました。で日本にいる時はなんかね、失敗するとなんか責められるんじゃないかとか怒られるんじゃないかっていうふうに考えて、結局ね何もしないです、消極的になっている自分があったんですけど、それはね間違いだなと思って、失敗してもいいから何かバンバンなんかやった方が、行動してアクションを起こす方がねいいのかななんてね、思います。だから今ねそういうふうに、するっていうことが一番大事なのかなと思って、だから失敗を恐れて何もしないっていうのはねとても良くないし、結局何もしなくてもまあなんとかなってるんだったらそれでいいのかっていう考え方になってしまうと、なんか全然進歩がないと思いますよ。それだったらね なんか悲しいなと思って、それはねとても僕フィリピンに行った時ねとても感じました。はい、やっぱりね私はね社会不適合者ですね。やっぱりこう日本にいてちゃんと日本のこう集団生活を全くできないし、することに対してものすごく、障害があったり苦痛になったりするし、やっぱりね脱落してると思います。だから自分は、もう元には戻れないのかななんて思ってます。だから自分ができることをね一生懸命やるっていうことがね大事なのかなと思って、フィリピンにいた時に本当ね許してくれる社会だし、自分が失敗したことに対してものすごく責任を負わされるわけではないから、いろんなことに挑戦できるし、僕はねやっぱりそういう生き方がね合っているのかなってね、感じました。まあだからまあでもね日本の人たちって素晴らしいですね。やっぱりねそういう日本のこういうね社会で適合できていてね成果を出してたり結果を出してたりするんでね、とってもねすごいなと思ってね、僕には全然できないですけどね。
あ、美味しい、うん、はあ、今日ね、なんか歩き回ってたんで疲れちゃったんですけどね、なんか意外とね、なんか2時間ぐらい歩いたのかな今日、散歩してあっち行ったりこっち行ったり、まあ、車検車出してる間ね、ちょっと動き回ってたんですけど、あ、人間でね、歩くのすごいいいです。散歩したりとか、やっぱ動物ってぐらいだから動き回らないとダメで、なんかね、よく歩いた方が外を徘徊じゃないけど、徘徊って言うとまずいのか、散歩をすると多分ね、頭活性化されるんじゃないかな。で、朝早く何の目的もなくパッと目が覚めたらどっか行く。私たまにね、パッと目が覚める時あるんですけど、外歩いたりするのいいのかななんてね思いますね。本当余談ですけど、はいはい、今日はね、どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。このチャンネルでは、ね、フィリピン人とのね、国際結婚の話、それからね、子供とのね、こう接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることのね、出来事とかね、あと解決方法のね話とかしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれて、ね、ありがとうございました。はい、あけみちゃん、バイバーイ、はい